ずくはないですか？あ、大丈夫です。はい、聞いてるなって感じですか？はい、硬いのがよくわかります。そうですね、結構筋張っちゃってますよね。結構やっぱり鼻とかちょっと良くないです？鼻どうなんだろう、鼻詰まりするとか。いや、あんまりそういう感じじゃないですか？花粉症でもなく、はい、目の疲れとかもないですか？あ、目はありますね。あ、そうですね、結構目とか、コンタクトメガネなんで、そうですよね、あの目鼻頭に結構ここはありますね。そうですね、めちゃめちゃ凝ってますね、こっちね。こっちですね、首周りね。そうなんですよ、その辺すごいです、うん、ちょっと睡眠不足とかもあります？いや、それは多少ありますね、寝つきが悪かったりするんで、かなりこう今日さんに音つき張ってますよね。あ、今日噛み締めしてますかね。あ、結構硬いもの食べたり、いつもガム噛んだり。あ、そうなんですよね、はい、かなり顎が発達してます、だいぶ。うん、単に発達じゃなくてこうゴリゴリ固まってるのでだいぶ多分 無意識に力んでるような時もあるんじゃないですかね。よく眠れないとかも、はい、それが関係してるんじゃないですかね。リラックスがちょっと苦手な方ですか？あ、どう、自分ではしてると思ってるんですけどね。うん、あ、でも結構違いますね、ここも。左はそんなにないですね、さっきみたいな。あ、じゃあ こっちそうでもないですよね。は、肩は左だけど、これは右なんですね。そうですね、あの、うん、確かに右の方が後頭筋あたりは、はい、こっちの方が痛かったですよね、はいはい、そっちの方が効きますね。そうですよね、これ確実にこっちの方がガチガチ。だいぶ岩田さん左右差があちこちにありますね。おお、うん、ゴリゴリですね、はい、ほんと硬い。あ、痛いですかね、ちょっと。あ、大丈夫ですか？はい、頭痛とかにはならないですか？あ、頭痛は大丈夫です、うん、目の疲れがかなり強いですかね、そうしたら。あ、それはありますね、うんうん、YouTube ばっか見てます勉強で、はい、でもちょっと手つけも取れてきましたね、YouTube と DVD と。はい、でも勉強熱心ですね。いや、でも早く上手くなりたいんです。いいことですよね、うん、やっぱやろうと思ってどんどん吸収して。でもちゃんとほぐせないとお客さんに申し訳なくて。安い店でも1時間で3000、4000円は
高額ですからね。まあそうですよね。安くなってるとはいえ。なってるとはいえ、まあそうですよね。はい、何百円じゃないですかね。何千円とか何万円の話ですからね。まあ、で、まあこちらとしてはね、こう、一回で終わりじゃないですよ、みたいな話すりしますしね。うん、できれば、やっぱり続けてきていただきたいってなると、値段的には、まあ本当に安くはないですよね。やっぱ自分が受けるのが好きで始めたんで、うん、こう合わない人、うまくない人に当たると、うん、こんなもんかっていう、うん、まあその時のショックは大きいですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。昔はそうですね。下手したら悪くなることもありますもんね。受ける前よりもひどくなってるぞみたいな。そのあんま感じ、この辺があ、もう感じないですか。感じないですね。ここガチガチですね。そうなんですよ。ここね、いつも強くやってもらっても感じなくなっちゃってるんですよ、はい、前から。そうですよね。で、強くやっちゃダメなとこですよね、それで、うん、ちょっとあの どうしたら一番緩むか見て、緩んだ状態をちょっとキープするようにしますね。中にしてください。どっかに力入れないようにしてくださいね。今これでどうですか。なんかまあもともとあんまり感じないってことなんですけど、うん、今体勢として楽でしょうかね。辛いところはありますか。体勢は大丈夫。はい、大丈夫です。はい。左肩辛いっていうのは長いですか。長いですね。それこそそれも10年みたいなことですか。もっとかもしれない。あ、もっとなんですね。あ、そう、それでもどんどんひどくなって、うん、もはや感じない息になってるんですね。かもしれない。それは結構あれですね、難易度高めですね。これは昔製造業にいた頃から辛かった気がします。ああ、そうなんですね。まあ肩首のところって普通に凝りがね出やすいところですもんね。ご自身でも触っていただいて。あれ、ちょっとちっちゃくなった。うん、ちょっと柔らかくなりましたよね。うんうん、すごい、うん。で、感触としてもさっきより効いてるというか、うん、入ってる感じありますよね。はい、さっきは何も。そうですよね。ただなんか圧迫があるみたいなぐらいの、うん、効いてるとかがない状態ですよね。少しちょっと緩んできたので、また位置変えてやりますね。こことかもガチガチですよね。そうですね。ここもちょっと鈍い感じですかね。嫌な感じですかね。感じないですね。感じない。はい。もうこれこの方ですね。体勢大丈夫ですか。体勢大丈夫です。はい。嫌な感じないですね。あ、ないです。はい。
今どうですか。さっきみたいな、はい、あ、感じますね。ね、感じるようになってますね。うん、すごい。だいぶね緩みましたので、もうあそこまでもう感じないぐらいになっちゃってるところにぐいぐい押しても、ね、なんか変に揉み返しとかかにかになることはあっても柔らかくなるっていう風にはならないので。これで結構もう今左右近いですよね。あのどうですか、触った感じが。あ、すごい、はい、うん、動く感じとかもね、はいはい、揃ってきてる感じですよね。こうガチッとしこっちはさっきはしてたんですけど、うん、うん、っていう感じですね、はい、じゃあ最後に塊叩きますので一回起き上がってください、うん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ご気分いかがでしょうか。うん、出っ張りが少なくなってる。はい、押さないように不思議な体勢で。あ、そうですね。あれ、あのポジショナルリリースって言うんですけど、楽な体勢とってこう筋膜の緊張を緩めて脳にこう信号を出す、そのこれが正しい状態っていう、あの要はもうあの筋膜が誤った センサーを出してもずっと縮めってなってるんですよね。それがゴチゴチってなってる状態、こうもうこれで固まっちゃってる感じなので、あえてその より縮めた状態をしてあんってこう落ち着けるっていうか、うん、もうそこにグイグイやっちゃうとなおさら危ないみたいになってるところに攻撃してるような感じなので、はい、その時はなんか少しやってもらってよかったとか思いがちなんですけど、かえってより固くしていく、揉み固めていっちゃうっていうことになるんですね。なのであの緩めてこう微振動とかでそれ以上にはしないでしばらく置くことで、あのそっちが正しい状態っていう風にリセットするんですね。はい。そうですね。はい、いや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 。はい。立ち上がってみたりしていただいて、肩がそう初め来た時、はいはい、だるくて来たけど、はい、楽になってます。あ、よかったです。でも立った時の足を上げてみたりとかがしやすいかなと思うんですよね。いきなりまあそんなにあの見違えるようにっていうのは今は分かりにくいかもしれないですけど、はい。軽いですね。あ、左軽いですか、うん、よかったです。最初はね左の肩と、あ、腰の方はどうですか。腰もいいですね、はい、あ、はい、うん、だるさが緩んでる、はい、あ、よかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、岩田さんの施術は以上になります。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。